トベ広報は問題児。平野紫耀らゴール説を完全否定。マスコミの心象、かなり悪い。アーティストマネジメント会社トベが、新ユニットナンバー、愛の結成を発表しました。しかし、その発表に伴い、トベの広報に対するネガティブな声が広まっています。マスコミ関係者やファンからの不信感が高まり、トベの広報担当者に対する批判が集まっています。この記事では、 トベの広報に関する状況とその背後にある問題に焦点を当てます。トベとは、アーティストマネジメント会社トベは、滝沢秀明氏が代表を務め、多くの有名アーティストを要する会社です。トベは、多くのメンバーが旧ジェニーズ事務所、うつつみるエイアップ、出身であり、その中でもキングプリンス、以下、キンプリの元メンバーによって結成されたナンバー、愛が注目されています。ナンバー、 愛の新ユニット発表。10月15日、トベは新ユニットナンバー、愛の結成を発表し、これに伴いファンクラブの指導や YouTube チャンネルの設立など、多くのプロジェクトが展開されました。ファンからは歓迎の声が上がり、新たな展開に期待が高まっていました。しかし、一部のファンからはトベによる金プリの分裂に対する不満や疑念も聞かれました。トベの広報に対する不信感。 トベの広報に対する不信感が高まった背景には、前から存在した、トベゴール説と呼ばれる噂が関連しています。平野史洋と神宮寺勇太は、旧ジャニーズ事務所を離れる前からトベゴール説が報じられていましたが、トベの広報はこれを完全否定していました。しかし、結局、彼らはトベに移籍しました。岸勇太も同様にゴール説が浮上しましたが、トベの広報はこれを否定していたにもかかわらず、 岸も部入りを発表しました。戸部の広報担当者の経歴、戸部の広報担当者は、イベント会社 W 東京での経験があり、大手芸能プロダクションオンにも在籍していたとされています。その様子から業界内で注目されており、一部で、ジャニーズタレントと言われるほどのイケメンであるとの評判が広まっています。不信感の理由、戸部の広報担当者が不信感を抱かせる要因として、 マスコミからの問い合わせに対する対応が挙げられます。ゴール説についての問い合わせに対し、広報はこれを否定していたが、結局、実際に合流が発表されたことで、マスコミ側からは広報の信頼性に疑念が生じました。広報担当者が後から嘘だとわかるコメントをすることで、マスコミ側の心証が悪化したと言えるでしょう。広報の影響、を、戸べの広報担当者の対応が不十分であるとの印象が広まることで、 戸部全体のイメージにも影響が及ぶ可能性があります。ファンやマスコミからの信頼を失うことは、アーティストやユニットにとっても大きな問題となります。一部の週刊誌が戸部に攻撃的な記事を掲載するなど、問題の広報担当者が広報戦略において問題を引き起こしている可能性が考えられます。戸部の広報に対する不信感が高まり、広報担当者の信頼性に疑念が生じています。 マスコミからの問い合わせに対する適切な対応が求められます。広報担当者の行動が、飛べ全体のイメージに悪影響を及ぼす可能性があるため、今後の対応が注目されるでしょう。良い広報戦略を構築し、アーティストやユニットにとってプラスのイメージを維持することが肝要です。